はい、今日は新潟県の見附市にやってまいりました。こちらの町は新潟県の中央部にございまして、中越地方県内にある市で面積が最も小さいものでございます。こちらの町の人口は現在は約3万8000人でございまして、東京都心からは約300キロ、新潟市の中心部からは約50キロの位置にございます。こちらの JR の見附駅は見附市の中心市街地から少し離れておりまして、どちらかと言いますと郊外を走ります国道8号線のバイパス沿いにございます。こちらの方にはたくさんの工場が並んでおりまして、こちらの見附市は繊維工業が昔から盛んでございました。そして少し移動してまいりまして、見附市の中心市街地、昔の中心市街地新町本町周辺にやってまいりました。いやー、こちらの見附市人口が3万人台にしてはなかなか大きな町でございまして、結構町並みがしっかりしてるんですよ。なんか昔の中心市街地が駅から少し離れているわけでございますけれども、移動してる間にも途中途中にかなり大きな町がございまして、結構驚きました。こんな感じでなかなか立派な商店街、これはびっくりしますね。本当になんか人口が3万と言いますと結構市としては小さいものでございますけれども、なかなか立派な面構え。この本町本町でしょうか、この町の周辺には暴れ川で知られます刈谷川がございまして、この周辺の町は何度も町全体が水没するほどの水害に襲われたそうでございます。こちらの町の名前の由来、見附という町の名前の由来は、今でこそ漢字は見るにつけるような、そのような感じでございますけれども、実際には水に浸かる土地という意味だそうでございます。いやー、本当に街並みが昭和の味わいのある風景でございまして、いやー、今日私この街に来るまで、初めて来るまでこの見附市という街を全く知らなかったわけでございますけれども、この滞在の数時間で本当に好きになりました。またあれですね、この周辺は結構雪が降りますので、商店街の真ん中の道路、その真ん中の部分には消雪パイプ、こちらから水が出まして温水が出まして雪を溶かすという、そういう仕様になっております。いやー、しかしいつも私が思うのは、新潟県の道を見ますといつもなぜか少し茶色っぽいというか、結構独特の色をしておりまして、まあこれは多分まあ農作業とかで土がついた車とかで走ったりしてこういう風になるなと思いますけれども、どうなんでしょうね。なんか現在はそんなに泥んころ道ってなかなかないわけでございますけれども、それとも雪が何か関係しているのか、ちょっとそこら辺は分かりません。まあこんな感じなんですよね。やっぱなんかもしかしたらこれはなんか消雪パイプの近くが茶色くなっているので、これが関係しているんでしょうかね。なんか雪が降らない地域ではあまり見られない現象だと思います。いやー、ちょっと路地を入ってもこんな感じで少し屋根がありまして、いやー、これぞ新潟という風景でございます。この辺りは結構古そうですね。なんか道も急激にカーブしていたりと、なかなか昔の感じがございます。さっき見せましたこのカーブなんて本当に宿場町にあるような、そんなカーブ城下町にもありますね、こういう道っていうのは。いやー、すごいですね。多分これが昔の新潟の伝統的な岩木というものだと思います。まあ昔ながらのアーケード、そのようなものでしょうか。そして少し山を登ってまいりました。こちらは見附市の中心市街地のすぐそばにあります観音山。こちらの方が先ほどまで言いました見附市の中心市街地でございますけれども、結構木が生い茂っていてなかなか見えません。こんな感じでちょっとこれはちょっと残念です。なんかまあしかしちょっと方向を変えますと、反対の方向は本当に眺望が良くてなかなかいいですよ。これ本当に高さはそんな大した高さではないのでございまして、まあそれでもこんだけよく見える本当に平地の場所に少しポコンと山がなっておりまして、
そんな感じでこの眺め、結構田園風景が広がっておりまして、これはこれでいいですよね。なんか多分新潟なんでコシヒカリでしょう。いやー、いいですねこういうのは。